話は支配人さんから聞いたわ。ひどい目にあったわね。まあね、でもそんな日もあるもんだなって。アーナス様のそういうところ優しいっていうか、お人よしっていうか、つけ込まれちゃうのよね。そう？これだもの、心配になっちゃう。こんなカップケーキもあるんだもんな。遠慮なく食べてね。うん。今朝手紙の処分依頼がてら、すべてロイドに聞きましたよ。ここだけの話、最低ですな、あの男。おーい、聞こえてるぞ。アーナスさん、真面目な話、あんな男のために戦えるならどうして私の助手になれないんです？そう言われてもな。ねちっこくて軽やかさがないからだ。推しが強いのが問題でしょうね。研究対象って言われるとちょっと。だってよう、嬢ちゃん、おかげでいい朝を迎えることができたよ。そりゃどうも。そっけないね。いやー、闇の蝶が増えましたな。そろそろ世界終わりそうですな。分かってたことだ。夜の力が強まってることは。よかった、ちょうどあなたと話したいと思ってた。支配人、全聖女が使った青き祭壇の場所を教えて。全聖女候補の騎士を務めたあなたが知らないわけはない。今回その祭壇が使われることはなくても、私がそこから夜の気配をたどる。どんなことをしてもたどってみせる。ミラダの月をご覧になったのでございますね。ならば話は早うございます。全聖女の封印が解けました。再び朝が来るかどうかは夜の君の目覚め次第でございます。教皇庁はこの事態に作戦を第三段階に進める決定を下しました。私からあのお方の声をお伝えします。新たな祭壇が解禁されます。そこで力を見せれば、お嬢様は正式に聖女を守る聖騎士として認められるそうです。以上でございます。散々人をこき使っておいて、今さらテストか。それで私がしくじったらどうするわけ？当然新しい聖騎士が選ばれます。聖女を確実に夜の君に届け、新たな封印が施されたことを確認するものが必要ですから。なるほどね。聖女が犠牲になるところを見届けるのも聖騎士の役割というわけだ。誰かがそれをしなければならないのです。コストゼロで維持できるものはございませんゆえ。私のサポートをしているのは自分の意思だって言ってたのにね。結局そっち側の人なんだ。それは違います。私は
中立を心がけてきました。ただ今となってはもう。私くらいしかあのお方のお声を伝える者もおりませんので。分かったよ。その解禁された場所に行けばいいんだろう。お嬢様、どうぞご無事で。行こう。また入り込んでる。リュリーティス。リュリーティスだ。リュリーティスは。さあ、トイレじゃないんですか。だからレディに嫌われるんだ、先生は。リュリーティス城なら今夜は見てないぜ。ケーキがない。いつもの場所にいつものものがないって、なんかちょっと物足りないな。うわ、失礼。最近眠っても疲れが取れなくてな。そうそう、アーナスさん、これを。何これ。黒の書にあった絵を思い出し出し、なんとなく描いてみました。あれは確かに聖女が夜の君を封じた物語を描いた聖戦の壁画の写しでしたよ。本当はその壁画を見つけ出しあなたをご案内したかったんですが、夜の方が早そうですからな。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。リュリーティスはどうしたの。今日はお友達のところだそうですよ。友達？またあの黒猫かな。Thank you.
必要な血が足りないみたいだ。自力で上陸するとは。信じられんな。私も信じられないよ。こんないい加減な宝探しの情報がこうも気になるとはね。情報は消えない魔物さ。一度知ったら後戻りはできないけどな。さっき言ってた自力で上陸って意味次第かな。乗車、懐中時計はここにあるけど、私まだ手伝うとは。眠れる雫の在りかを指してんな。でもロジエクロックは青い血と闇にしか反応しない。だから乗車を巻き込んだんだろう。じゃあ邪妖が関わってるのか。まあな。俺は眠れる雫を探しに行くが、嫌だってんなら嬢ちゃんは降りてもいいんだぜ。じゃあな。ロイドの言いなりはごめんだけど、邪妖が関わってるとなると気になるな。大丈夫か？頼んだぞ。あの男は、こいつ確かに何かあるな。よし、塩で炎燃え上がれ。
血を吸うんだ。これが眠れる種族。なんて寂しい色なんだろう。心まで凍えそうだ。触るな。ロイド。昔北海を中心に暴れ回ったダリウスという海賊が戯れに人魚を捕らえ、ある宝を脅し取った。だがその後ダリウスの海賊船は嵐に遭い、海の底深く沈んだという。その人魚のお宝ごとね。その宝がこの眠れる雫。船乗りの間じゃ有名な話さ。海の邪妖どもに次々と取り付き、この島を目指す青い宝石の話は。聞いてるだけでも呪われそうな話だ。その人魚って多分妖魔だよ。それでその宝石どうするつもり？俺が譲り受ける。呪い事ね。本気？マジで呪われるよ。構わないぞ。嬢ちゃんはもう関わらなくてもいいんだぜ。じゃあな。あいつ金に汚いただの現実主義者だと思ってたのに、なんでこんなリスクを。ロイド、あの宝石のことだけど。ジョーちゃんが海賊のお宝に執着するとはな。さては情報の魔物にやられたか。ああ、気になってるさ。そんなまがまがしい宝石持ち込まれてリュリーティスに何かあったら困るからね。それは心配しなくていい。呪われるのは俺だけだ。ジョーちゃんにも迷惑はかけんよ。またそんな自信たっぷりに。本当に大丈夫かな。変なことがあったら教えてよ。はあ。ちっ、これも偽物か。結構偽物出回ってるんだね。それで私が見つけた3つの宝石は結局どうだったの？おう、嬢ちゃん、その説はどうも。ちょっと付き合わねえか。妖魔が本当に永遠の存在だとしたら、その身を切り刻んだらどうなると思う？邪妖なら灰になって消えて終わりだ。でも妖魔は灰からも再生する、そう聞いてる。そう聞いてるね。話が見えないんだけど。
私に言いたいことがあったんじゃないの？せっかちだな。じゃあ確信を話しちまおうか。龍馬を切り刻んで青い血を抜き、その胸を開けばそこには龍馬の心臓がある。それは例えばこんな宝石でできた核なんだぜ。それ今まで私が見つけてきた、それが龍馬の心臓、本当なのか？知るかよ。龍馬を切り刻むとか心臓を取り出すとかやるわけないだろう。やったら国ごと滅ぼされるわ。脅かすなよ。てっきり本当のことかと思ったじゃないか。じゃあ何、この宝石はただの宝石でロイドも騙されたってわけ？仕方ないだろう。海賊の話も奴隷商人の話も女盗賊の話も魅力的だったんだ。その上龍馬の心臓コレクションなんて話がちらついてみろ、誰だって触手が動くさ。そりゃご愁傷様。まあ宝石は上物だからな。情報量差し引いてトントンかな。久々にいい夢見させてもらったよ。失礼します、ロイドさん宛てに郵便物です。頼んでた高級チョコレートの新作だな。これはジョーちゃんに、ずいぶんコキ使っちまったからな。でこっちの手紙は請求書、以下の金額を情報代として請求する、7860万リブラなり。うわー！ロイド？稼いでやる。今よりもっと悪毒稼いでやる。さあカモリに行くんだロイド。悪徳商人誕生の瞬間を見た。